よく来た友よ。早速だが、その方の価値がいかなるものか品定めさせてもらうとしよう。お手柔らかに頼もうか。敬意国評でもされれば涙を決めつく。頼もしいな、鹿の子。では、あの者の心を見定めてもらいたい。お任せください、ヨシテル様。ん？認めたくないものだ。王朝に陰りありなどと。ひとたびの相手は骨がある。その調子でたぎるがいいようで。この人に勝ったら僕も一人前の武将っすよね、ぽやさん。フクロウの人を震わせる。遊びが過ぎればぶたれる。うん、揺るぎなき信念を持つ者か。面白い。くそ、奪われたか。これしきの戦にて何たることを。よこれ先制崩壊がなく探偵の身を遣いであったら。なぜ怯える？まるで理由がわからないな。おやつさん、この人かなりせっかちっすよ。さて、人混みに紛れるつもりだな。逃がさないと下手になりがち。今以上に振るわれよ。出なければ帝に越権はならぬぞ。キリンジって言ってもおやっさんがキリンで僕が子供ってことじゃないですから。飼わずの口にこの。この命ごと微塵とする。そう、ちょうど今そんな懐かしき心持ちだ。危なくなったらおやさんだけでも逃げてくださいよ。俺には到底わからない。よしです。何を不満に思われたのか。去る美の生じやようで。ハル様を探し出せれば僕は一人前だ。逆に言うとそれまではずっと犯人。僕の推理が正しければこのままだととんでもないことになります。わかった。感謝しよう、鹿の友よ。またそのような傍若無人を。生まさ様に一も頑張る。姉様に認められるように頑張る。一、貴様までこんなところに。姉上め、これほどまでとは思っておりませんか。どうしてああも簡単に気に進めるんだ。それは見事、類いまれなる技の使い手だな、友よ。ここより先コースは梅払い、うぬが剣にて務めよ。かしこまり候。流れよ誕生。なお一層燃えたぎれ、友よ。その熱が
世をさらなる高みへと吹き上げる。後から湧いて出る。まるでアリさんね。集め、壊れ、また集め。まるで昼夜の魔族だな。足利将軍家と松永、どんな縁があるというのだ。一歩前進といったところだな、友よ。ヨステル様、いつでも新たなる道を開いてくださる。将軍の座を降りたことすら、道楽に過ぎない。その弱腰でわらわ惜しいと嘘ぶくね。弱気すぎるのもほどほどにしてほしいものね。欲する者のなんと浅ましくなりや。あなたには十分しみっているようで。私自身が磨かれてもな。長政様、壇上か。長政様、この世はねえ、聞こう。私、ここはみんなに任せておけば問題ないわ。これ以上位置に不安を与えるわけにはいかぬ。いかなる手札を用いても構わぬ。全力で世を阻め、友柄よ。ご苦労様、また後でね。さて友よ、その方、体育は健やかであるかな。ほら、体のこと。だったらわらわに任せなさい。たっぷり品定めして、あげる。そう決めた。火薬とて有限なのだが、浪費させないでほしいものだな。怯えることはない。ありふれた死だ。誇りは遠慮願いたいな。ひらめの目にやがるので、ね、おう、立ちはだかる障壁など胸が手でみじんに打ち砕いてやれ。乗れ。あと何百とすれば奴を倒せるというのか。全部主に任せきり。つもりはもうとうないぜ。ただだけだ。運のスポードに。これぞ戦の醍醐味にござる。おお、名刀三日月宗近がごとく顽強で輝かしきからだよ。そうかしら。わらわの方がすごいじゃない。水郷などではない。まさか深淵なるお考えあってのこと。勝負をするの、わらわとあなたのね。よしてます。心の底より信じきれなかった罰。よしてるの剣をそばで見ていたのなら、おはらわの前にくすんで見えてしまうかしら。なかなかどうして面白いよ、君は。あの久保殿が気を引くだけのことはあるか。愛しいからこそ壊したいのね。そう、わらわと同じ。あとは任せるわ。わらわちょっと喉が渇いたの。誰か。みんないなくなってしまったな。愚かで身勝手な主君と世を恨むがいい。松永様の望むものはまた等しく我らの望むもの。完全なる器よ。刑の底には何がある。賢き友よ、それを見せてくれるのだろう。
晴らしき真偽体の持ち主だな、友よ。まさに時代の息吹、その方こそ天下創生にふさわしい。刑から賜るべきものは今はまだこっ散らしてくれるな、友よ。その方の頼みとあらば何であろうと授けるもの。熱い、これが命を閉すという感覚。さあ勝負はここからだぞ。試合を続けよう、友よ。願わくば世に変わりよ、時代を作れ。面白き時代を。朗朗たるな壇上見事なものだ。火の音、死の音、いささか飽きたが耳にしたいものだ。私を変えるほどの音色を。